皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本かやです。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回は火事を起こさないをテーマにお届けいたします。それではカンアラ情報局始まります。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、今回はぜひ皆さんに知っていただきたい火事を起こさないをテーマにお届けしたいと思います。というのは続いてますね、火事、全国続いてますね。あちこちで燃えまくってます ね、 なんか2週間に1回ぐらいそんなにね、なんか燃えてるね。関東の方で連日なんかありましたね。ありました。で、何が続いてるかというと廃棄物処理業者の火事が続いてま す、うん、すね、はい、別に空気が乾燥してるからとかそういうわけじゃないと思うんですけど、うん、はい、そこで排出事業者さんも、一般市民の皆さんも業者さんもみんなで、注意していきましょうということで、まあ、なんでこんな燃えてるんと、まあね、素朴な疑問でそんな燃えるもんなんって、うん、私ら廃棄物処理業を知ってれば、まあ、そんなに燃えるものはないのになぜこんなに連日ニュースで燃えてるのかなっていう風な不思議は疑問はあるんですけど、でも一般の人から見たら、あ、廃棄物処理業者って燃えるんやっていうイメージになるんちゃうかなと思って、ちょっとね、お届けしたいなと思ったテーマではあるんですけども、うん、寺井君、そんなにね、はい、火事って防げないものなんですかね。うん、そうですね、まあ、岩先生がどうしておられるかわからないんですけど、あとさっき僕の意見が言うのが僕は一応うちの会社もですね、原業としてね、原業の工場を持ってる立場としては、うん、もう今の廃棄物の状態からすると火事は防げないと思ってます。まあ、もちろん防ぐ努力もしてますし、はい、その大きな事故がうちの会社であったわけじゃないんですけど、ただ同業他社さんの話聞いてたりすると、はい、あまりにもやっぱ電池とかが原因だと思うんですけど、電池がちっちゃくなりってきたりとかですね、もういろんなものに入ってるので、うーん、まあ、選別をしたりとか処理して破砕したりする立場からすると、もうそれを取り除くなんていうことが現状 の、 その人手不足だとかですね、今 の、 その処理のラインとか考えていくと、もうちょっと不可能に近いので、極力やれる限りのことはするんですけれども、まあ、うちの会社としてはちょっとまあ防げないので、まあ、火事になった時にどう対処するかとかですね、まあ、ちょっとそういうような取り組みも考え出してますね。はい、うーん、岩田先生はね、去年の昨年の法改正で雑品スクラップの規制がありましたよね。だね、うんうん、で、うん、まあ、あれそもそも火事が多いと、うんうん、で、まあ、そういうのを防ぐために届け出しなければならないという業者さんに廃棄物処理業者は入ってませんでしたよね。うん、うん、いや、届け出な、うん、保管のあれ、雑品スクラップを保管するための届け出やから、うん、産廃業者はもともとその、保管基準があるから、ね、守ってるから、守ってるからいうことはいらんかったね、うん、入ってませんでしたよね。そうそうそう、でも産業廃棄物処理業 の、 許可、処分業の許可を持っている事業者さんでの火事が勃発しているということで、うんうんうん、やっぱり管理がずさんなのか、従業員の教育がされてないのか、何でも受け入れてしまっている、その受け入れ基準の甘さが原因なのかっていうのがちょっと私の中でどうなんかなっていうのはあるんですけど、でもそれにしても今、まあ、ハイプラとかね、木くずとかの管理がもうちょっとしづらくなってきている状況もね、あるので、まあ、その保管基準についてはね、どの業者さんも事業者さんも厳しくは、まあ、社員教育もそうなんですけど徹底されてると思うんですけど、まあ、先生が ISO の、ね、審査とかでよく処理業者さんとか行くじゃないですか、うん、その時これ危ないなと思った
こととかってありますか、うん、あの保管の仕方なので火事が起きた時に危ないなって思う。あのね、ISO の審査はあの排出業者のところにも行くし、うん、産廃業者のところも行くんやけども、うん、ちょっと違うね、内容がね、うん、排出業者のところは保管してる場所の置き方がまずいとか、うん、そういうことね。産廃業者のところは置いてても勝手に燃えちゃうやんか、うん、言うたらね、その、うん、置き方って何ていうかな、こうないやないことないけど、保管基地はあるけども、まあ、倉庫みたいに綺麗なもんじゃない、綺麗に置いてないよね、もともとが綺麗な状態、どこが燃えるか分からないわけだよね、うん、排出業者は分かるやん、あ、燃えるやったらこっからやなと、うん、置いてるところによってね分かるけども、まあその差はあるかな。だから排出業者はその油が漏れてるとか、目で見て漏れてるとかね、あと可燃物やな、消防法でいう可燃物、ハイプラとか器具とか、それを雑然と積んでるとか、はいはいはい、いう場合は油にそういうこと言うな、うん、それと明示してもらうからね、廃棄物保管場所とかね、あ、はいはい、ね、そうやったらそこがすぐ分かるから、火元がすぐ分かるから対処できるということだけどね。で、産廃業者はね、やっぱりちょっといろいろとパターンがあって、寺井君今言ったように、その電池もあるけど、私が昔入った時は、あの火事の、あ、その時も火事あったよね、うん、原因は何だったと思う、当時の原因。今ほどリチウム電池とか高圧の電池がなかった頃、何が原因やと思う？ん、燃えたよね、しょっちゅう、当時しょっちゅう、うん、しょっちゅう燃えた、そんな燃えるもんありました、あったんよ、紙くず、木くずとか、でも紙くずから燃える、何が原因やと思う、発火の原因、あ、ライターとかですか、違う、あれですか、太陽、そう、太陽で燃える、ガラス、虫眼鏡で発火するやつ、虫眼鏡効果、虫眼鏡効果って言うんだよな、それが原因って言われたんや、みんな、だけどな、それやったら今もそれあるんちゃうかと思えへんか、思いますね、当時はそれが言われた、その虫眼鏡効果、ガラスくずがたまたま紙くずとか木くずのそばで太陽で虫眼鏡みたいになって燃えるということで火事があったんや、結構。それとあとはね、最終処分場では金属くずやな、金属でアルミの粉とか、うん、そういうやつが、うん、それが、水に触れて自然発火したり、うん、そういう例がいっぱいあった、うん、だから、最初にはしょっちゅう煙がね出てて消されへんね、もう水かけたらあかんてから、水かけたらもっと燃えるから、もっと燃えますよね、からただだから火がつく3要素何やった、火がつく3要素、うん、何やったってことは1回僕ら出されたってことですか、習ってるよ、いつ習ってます、小学校、小学校やの、記憶が飛んでる、小学校、空気があって、燃えるものがあって、あ、燃やすものが、燃える火種がある、理科の実験で酸素とか、うん、空気やな、酸素な、だからこの3つのどれかを立てば火事にならない、例えばな、だから今言った埋め立て処分場でアルミの粉が地中で燃えてたら、空気を立つしかなかったよ、あ、だから上からこう押さえてやるんやけど、それでもやっぱりブツブツ出るわな、ちょっとは地中にも酸素があるからね、そんな時代があった、ね、なるほど、でまあ審査行った時はそれは指導するんやけどね、これ気をつけてくださいよって指導するけども、まあ今言ったその目に電池がちっちゃくなりすぎて、うん、で組み込まれたりとかしたら、うん、分かれへんねん、どこにあるか、そう、本当分かんない、で放電させてね、我々は電池使い切ったら、まつかなくなったらね、捨てちゃうよ、そのままね、うん、だけどしばらく経つと回復するんやろね、うん、ちょっとは回復するよ、しばらく経ったら、その時に何か、金属が触れたりとかショートしたりすると火が出るっていうことになるよね、なるほどね、というメカニズムやと思う今のところ、まあね、今回は火事を起こさないというテーマに絞ってお届けしたいので、うん、まず今吸う人が増えてきて電子タバコ多い、これ電子タバコ、混ぜるな電子タバコっていうねそうなんの、廃棄物処理業者さんの注意勧告って出してるところがあります、電子タバコを入れないでください、電子タバコ、そうですね、うん、なんかすごい、いや、分かる、まあ、思い当たる節がある、でもね、いやはい、電子タバコって参拝に混ざります、捨てちゃうやろ、従業員が捨てちゃうやろ、そういうところに、なんで混ざるのと思って、なんか結構多いですよ、参拝業者さんでね、電子タバコ入れないでください、従業員が吸ってるやつ入れちゃうタバコとかもよう入ってますもんね、コンテナの中とかはね、
そんな調子で電子タバコ入れられたらあれ怖いね、リチウム電池入ってるから。多分感覚的にはハイプラみたいな扱いで捨てられるんだと思うんですけど、やっぱ中に電池が入ってるっていうのがちょっと忘れちゃうというか、でまあ、さっきね、あの先生も電池がこう金属にこう当たったらって言ってたんですが、映像あるんですよね、YouTube で ね、 あるね、あの東京消防庁の映像が、はい、先生忘れてるやろiPad を出してくださいっていう。あ、出すのまあいいんですけど、うん、ちょっとあの、ね、私たちさっき見たんであれなんですけど、ちょっと30秒ぐらいの、映像をちょっと見てください、はい、あの先生もういいですよ。あ、いいの、うん、さっき見たやつ、はい、あの、リチウム電池、ペタンコの電池、鉄板の上に置かれたやつに金属のなんかこう、刺激を与えてパッて燃えていく。まあ燃えるな、それは、うん、衝撃を与えると発火しやすいんですよね、リチウム電池。衝撃もそうやけども、リチウム自体が非常に不安定な物質やんか、うん、なんと言うの、水平リーベイ袋の D 一族のとこや、こっちやから反応しやすいね。電子外側1個だけ外行っとるから入れやすいね。酸化還元力が強いね。分かる言うてることは。適当なところに止めてあってください、ね、だから非常にあの反応が激しいわけや。でリチウム自体を水の中に入れてもあかんね、反応しちゃうから。油とか、そういう、まあ、まさしく PCB や。だから、うん、こうね、映像でもね、戻ってきましょうか、一回戻ってきました、はい、あの映像でもね、あったみたいに、うん、こう衝撃を与えたらもう、そう、あのじわじわじわじゃなくてパーン、そうそうそう、爆発しますね。よくなんかテレビとかでもその携帯電話、スマホがなんかお尻入れたら燃えたとかね、そんな一時期ありましたけど、そうそう、本当に あれみたいにこう軽い爆発を起こすような燃え方をするんで、酸素に触れた瞬間にね、うん、だから今家電とかでも組み込まれてるやつとかあるっていう、うん、それを知らずにユンボで踏んだとかね、うん、多いな。そしたらパーンってなるって考えたらやっぱ怖いですね、うんうん、怖いですね、まあ、だけどそうやって分かってる時はいいやん。その昼間作業してる時はパーンってなっても周りの人間が消したりとかできるやん、うん、夜倉庫に入ってて勝手にショートして燃えたら火事になるわな。誰もそうですね、初期消火ができへんからね。僕もちょっとそのテレビカメラとかで、うん、まあ、同業者のスクラップ屋さんの火事のカメラをちょっと見せてもらう機会があったんですけど、うん、本当に夜にポンと爆発して、うん、あそこも一気に、ね、見てる間5分も経たずに全部もう山が燃えていくような、うん、あの YouTube も早かったですよ、ね、早いです、うわーって、うん、一般の方が燃えてるようなこう木でメラメラメラっていうよりもちょっと爆発に近いんで、うん、一気に燃え広がるんでしょう、ね、特に周りにプラとかそういう可燃物だったらね、かなり多いので、うん、ゴミ山なので燃えてまうな、はい、特にね、デライ君の会社とかも家電とかパソコンとかね扱ってますよね、うん、はい、受け入れてますよね、まあそういうもので、まあ、物理的破壊はね、今はほとんどしないと思うんですけど、うん、やっぱり今ちょっとねそういう小型家電とか情報が結構入ってるじゃないですか、うん、個人情報が、うん、だからといって物理的破壊でバーンとしてしまったら、うん、素人がね、うん、わけわからんとやってしまったら爆発してしまうっていうことですかね。そうですね、もうわからないんだったらもう電池を外して分けた状態で、まあ、専門家に委ねるっていうのが一番確実ですし、うん、まあ、我々も本当こう、うん、家電っていろんな種類のものがあるので本当に入ってきた時点で社員がもう一個一個手放しで電池を分けてるのが現実なので、はい、めんどくさいな、めんどくさいな、パソコン1000台入っても1000台分誰かがバラしてるので、うん、はい、本当そういう状況です。でただまあその分のやっぱりお給料払わないといけないので、うん、値上げのお願いは行くんですけど、いやいやそんな機械と入れた一瞬やんかと言われるんですけどね、まあまあ、でもパソコンなんてね基板の上にこんな薄い電池がねついてますもんね。パソコン電池入ったりするもんね。それを言ったら機械で取ろうかっていうのはなかなか難しいですもんね。私もパソコン解体したことあるんですけど、そのメーカーによってとか型によって全部違うもんね。全然違うんですよ。だから同じ機械に入れてパンと解体できるわけではないので、もう本当手分解手選別の世界になってくるから、やっぱりその排出事業者さんの意識としてそんなん機械に入れてパンってしたら終わりやんっていうような考えはやめていただきたいなっていうのはあるんですよね。機械に入れて下手に火事起こしたら何億って機械が飛ぶかもしれないので、で処理業者さんの場合はまあね、そのボヤじゃなくて
ちょっとした火事で許可を取っている設備が燃えてしまったら先生どうなるんですか？営業停止だね、うん、許可の条件はその機械があることが条件やからな、うん、設備があることが条件やから、それなかったらその部分についての営業はできないですよね、うん、その分の売り上げは立たなくなるから、そう、うん、でそれを同じ同等のものを入れるんやったら、入れたらまた許可は生きていくけどね、うん、そういう例があったんやけどね、去年お通しかな、火災で木屑の破砕機燃えて、その間営業停止になって、入れ替えて、で営業再開というパターンになったんやけどね、なかなかその間資金繰り大変ですよね。でそれ何台もあってね、やったらいいけど、それ1台しかなかったらそれ止まっちゃうと、もう受け入れ全く止まってまうからね。そうですね、本当電気一つとかで、下手したら会社がもう畳むような状況もありますね。さあ言ってても2ヶ月ぐらいかかるもんね、入れ替えのに、うん、でまあ、私も電子タバコとか家電が燃える理屈がね、うん、もう正直分かってなかったので、うん、なんで燃えるんやろうと、バッテリーからなんか漏れてるんかなとか、そういう程度にしか思ってなかったんですよ。昔バッテリーが結構燃えてたりとか、雑品がね、まだたくさんあった時はそんなんがあったんですけど、あまりにも火災事故が多いので、まあいろいろ調べてみたり聞いてみたりしたら、やっぱりその電池がやっぱり発火することがある、爆発することがあるっていうので、あと冬場になると使用済み、冬場になるとガスボンベ、ガスボンベな、うん、お鍋とかした時のあれも、まあ、自治体によって穴を開ける開けないっていうのがあるみたいなんですけど、 あとライターも結構パッカー車で燃えてたり、爆発したりとかして、まあ、パッカー車ね、1台燃えると結構大きいですもんね。大きいな、あれは高いで、800万から今でも、最低の800万、うん、結構1100万ぐらいしますもんね、コンピューター制御とかついてたりするんで、でそれがね、事業者さん負担とかじゃなくて、まあ、家庭ごみ回収してるのは皆さんの税金が使われてたりしますのでね、やっぱりそういうものも気をつけてほしいなっていうのはあるんですけど、でさっき先生が許可に、を取ってる設備が燃えてしまったら業務停止とかで、まあ、そういうことを言ってたじゃないですか、で寺井君も資金繰りが大変やみたいなこと言ってたじゃないですか、やっぱり BCP は必要ですね、そういう時に備えて必要ですよ。火災を起こさないことがまず大前提なんですけど、でもどうしても起こってしまうものは仕方がないっていう部分あるじゃないですか、どんだけ気をつけてても。で、ね、スプリンクラーついてるなんか屋内に保管したらええんかって言ったらそうでもないんですよね。水かけても消えないものも、消えにくいらしいんですね、あるんでね、だからその設備投資をやっぱりできるんやったらする、でもなかなかね、一概には難しいっていう時はもう BCP するしかないですよね。だから例えば破砕機が消失したら、しばらくの間は一番近い仲のいい破砕機を持っている業者さんに採択をお願いできるという仕組みを初めから考えておく、BCP やなこれがね、で回復するまで時間がね、いるから、いるからその間お願いする手続きを、手続きの準備をしておくことね、この場合はね、BCP ね、手続きの準備を、採択の準備があるやんか、採択契約書とか、ね、あるから、それを準備しておくことね。そうですね、弊社もそれでいくつかの会社さんとは提携をさせて、ね、はい、ね、それが BCP やね、まあ、処理業者として、まあ、火事を起こさないように予防対策するっていうことと、あと BCP、 その採択の書類を用意しとくとか、業者さんと話をしとくとか、ね、寺井君のところは実際もそういうのを取り組んでたりしますね。弊社では何年前だったかな、4年前ぐらいから、ちょうどあれですね、震災とかがまあ続いたりっていうところもあったりで、まあ、災害廃棄物への対策をどうしようとかいうことで、まあ、近隣の業者さんとも話をした上で、まあ、お互いに何かあった時にはこう業務支援をしていこうということで、近隣の会社さんと、あとはうち県またいだ兵庫と京都の会社さんも1社ずつ、まあ、作っているので、まあ、北摂エリアで、同じ同業他社さんが同じような状況になったとしても、じゃあ京都の会社さん、兵庫の会社さんに逃げようとかいう、お願いしようというような体制を取りましたね、はい、やっぱりそういうのを普段からルートを作っとくとか、することが、まあ、今
できることかなって。そういうことね、うん、そうできることそれだと思う。できることですよね、うん、何もない時にやっておく、何かあってから慌てたら、慌ててやっても引き食えてくれるとこないで、うん、ないですね、お客さん取られてしまう、それね、あ、じゃあ今のうちに、うん、まあその家電とか、まあ、発火する危険性のあるものを受け入れているところに関してはやっぱりそういう横の連携とか、あの、ね、中内部の、あの仕組み作りとかを、まあ、しておくっていうところが、あの、まあ、火事を防ぐことも大事なんですけど、それもやっておくっていうことですね。で、あの処理業者さんだけじゃなくて、やっぱり排出事業者さんとか一般の方も気をつけてほしいですよね、うん、あの電池は抜いて、抜いて、そう、それそれ、うん、家電ね、うん、あの処分するときは電池を抜くとか、あとあの混ぜてはいけないもの混ぜないとか、そうですね、あとあのね、廃棄物の内容をちゃんと提示するとか ね、 そ、 うですね、それは徹底してほしいですよ ね、 うすね、うんうん、発火性のあるものは発火性があると、うん、発火したときは水では消せないです、うん、何々やったら消化できますとかいうような、そういう情報とかもね、やっぱり共有してもらわないとなかなか難しいですよね、うん、あ、廃棄物処理業者燃えてるわ、じゃあ済まさないでいただきたいですよ ね、うん、すね、やっぱり自分ところも、あの住民の皆さんやっぱりね、そうそう、あの健康被害とかね出たりするじゃないですか、産廃屋さんとか廃棄物処理屋さんが燃えたらね、すっごい煙出るやろ、うん、ハイプラやから、うん、黒いのね、あれがまたイメージ悪いね、うん、だから結構ね、咳とか喉痛めたりとかするので、やっぱりそういうこと、事故っていうか火災を起こさないように、あの地域全体で、うん、あのまあ取り組んでもらったらいいかなというふうに思います。はい、ちょっと今日トーンが暗くなりましたけど、先生大丈夫ですか？大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。次は先生教えてのコーナーです。 CM です。寝てないよ、寝てないよ。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、先生教えてのコーナーです。はい、はい、今週も先週の引き続きで、そうやね、組織文化のことだね、はい、組織柄がええとか悪いとかね、先週も話したけども、はい、その柄がええ組織の特徴をね、うん、まあ、あの悪い方の特徴も話したけども、いい特徴をもう一遍言ってみると、あの社員の考え方とか行動が似てくる、ね、うん、いい方にね、いい方に、通といえば川やねん、実は社員同士がこれ頼まない言ったら、もういちいち説明しなくても分かってくるとかね、はいはいはい、でこのことは誰に頼めばいいとかね、うん、そういうことが、非常にこう効率的な作業ができるということね、うん、はい、それとまあ何も繰り返してたんだけど、電話の受け答えやな、もうこれ一番大事、もう僕らが思うわ、うん、もう電話の受け答えで分かるもんね、はい、まあ、うちの会社の自慢するわけないけど、うちの職員むっちゃ電話対応いいね、うん、とお客さんがね、いいですよね、来るね、どんな人がやってるんですか、見に来るね、うん、電話対応ね、うん、だそれぐらいやっぱりね、窓口な会社の顔になってしまうから、これはもう徹底的にやっぱ教育した方がいいと思う、うん、ね、会社名ぐらいはね、うん、言わないと、言わなかな、はい、アメリカ人かっちゅうそうだよね、だ会社名やっぱり取った瞬間には言わなあかんね、普通ね、うん、どこどこでそういうことはね、まあ、それとあと、まあ、あの結束が固い、ね、コミュニケーション結束が固くなると思えばやっぱりコミュニケーションを取らなあかんってこと で、 そうですね、でコミュニケーション、これあの個人情報と非常にこう難しい範囲があってね、あまり踏み込んじゃうとちょっとプライバシーやな、まあそうですね、プライバシーに踏み込むこともある、うん、あるけども、だけどその辺はやっぱりあの大人だったらこう距離感を持ってね、ある程度相手のことを理解しながらコミュニケーションを深めていかないことが大事、まあ、パーソナルスペースっていうね、そう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 、言葉もあるぐらいなので、ね、うん、これぐらいちょうどいいぐらいの、ね、ちょっと近いですね、近い、これが近いですよこうあの手が届くじゃないですか、殴ろうと思ったらバーン殴れるじゃないですかだからあのやっぱりあのね、あのうん、まあ、先生とね私は、うん、あの初対面でもないですし、うん、あのもう何度も会ってますから、うん、お互いどんな人間かっていうのも分かってるから、これぐらいの距離でもあれですけど、やっぱり初心
あ、初対面でこれぐらいの距離で男の人隣いたら怖いですよ、うん、そうやな、それもだからあの会社の組織文化や、うん、こう行くおっさんばっかりおったらもうその会社みんなそうやで、もうそうですね、セクハラなのかモラハラなのかパワハラなのかただのコミュニケーションなのか分かりにくい、分かりにくい、どれなんかな、そういうことや、それは非常にいい指摘や、それはだけどね、分かりにくいね、どれなんかなとか言いながら、うん、でもまあそういうそれぐらいのまあコミュニケーション、うん、まあ必要やけどね、あればいい、あればいいってね、まあセクハラと言われんぐらいのねコミュニケーションは十分取った方がいいと思う、清潔感を持って、そうそう清潔感を持ってね、でもあと貴族意識、会社が好きやいことね、会社が好きないと初めにね、なんか言うたら共通目的、貢献意欲な、あのその貢献意欲も会社が好きやからできるのは、そうですね、この会社のためにとかね、この社長のためにはやっぱり会社が好きでなかったらあかんわけや、会社を好きにさすためにはどうしたらいいかって考えなかったな、まあ、この会社をどんどんいいものにしようとかね、するし、うん、魅力ある職場や、僕いつも言うんやけども、うん、魅力あるね、ここ行って楽しいと、楽しい、まあ、仕事だからあんまり楽しいかどうか分からないけども、うん、やりがいがあるとかね、うん、ね、あの達成感があるとか、そういう職場を作っていくことが大事かなと思うね、うん、あとまあ共通の、情報共有があるというね、その辺はやっぱりしっかりと、風土を作るときに意識してもらったらいいかなということね、はい、さらに、まあ、あの組織文化で言うと、うん、あの上からこう順番にこうなってくるんだけども、はい、まず社長が会社の社是とか理念とかそんなものを作って、それを今度、組織の、規範やね、はい、規範って何やろ、規範、うん、組織の規範、規範って何、ルールのことやな、ルール、あーそうですね、規範の対極にあるのね、はい、規範のルール、ルールの対極にあるもの、うんうん、何ですか、道徳とか倫理や、あということで規範、ルールと道徳の間にあるのが倫理やね、実はね、これ動くね、うーん、不倫ってそうやろ、不倫ってこれがなってない、道徳でもないし、あ、規範でもないし道徳でもない間で動くのが実は倫理、不倫なんかそうやな、うまあ、それは置いといて、まあ、あと思考様式、考え方な、これ言ってる社風とかにだっていくことだ、はい、会社の雰囲気もそうや、うん、それも含めてね、あとはそれを具体化するために会社のバッジとかつけるやろ、うんつけますね、ロゴマークとか、はい、コーポレート色カラーとかな、これもやっていかなきゃいけないことな、はい、まあ、そんなことで目で見てわかるで、ね、そう目で見てわかる、はい、目見えるかやな、はいはい、まあ、そんなんで、会社のことをねこれからあの新人の方、くれぐれもね、いろんなことを考えながら、こんなことを、ね、意識しながらやってください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日も明日も一日ご安全に、また来週。